静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は理学部地球科学科の北村明久先生をご紹介します。北村先生は創造科学技術研究部環境サイエンス部門に所属しております。研究分野は数物系科学、地球惑星科学、相位古生物学としており、現在の研究テーマは海底洞窟堆積物の古環境学的研究、氷河性海水順変動に対する旋回堆積物と生物の応答様式、静岡県の津波堆積物と小地震です。静岡大学理学研究科地球科学専攻の北村明久です。私の専門は地層と海化石から過去の海岸や沿岸の環境の変化を解読することです。こちら側に地層の写真があります。地層というのは海の底や湖の底にたまった砂や泥が層状になった岩体のことです。この地層の中にはしばしばこういった海化石が含まれており、こういうものによって過去の環境についての情報を読み取ることができます。そして私が主に研究している内容は、過去数千年間の日本列島の温暖化と海面変動について行っておりますが、今回は静岡県における過去数千年間の津波地震というタイトルでお話をしたいと思います。2011年3月11日14時46分、日本観測史上最大規模のモーメントマグニチュード9の巨大地震、東北地方太平洋沖地震が発生しました。こちら側がその地震の震源です。この地震に伴う津波の高さは日本観測史上最大で、東北地方では場所によっては20メートルを超え、2万人もの方が亡くなりました。これはその時の津波の浸水高と遡上高を示した図ですけれども、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県となっておりまして、こちら側が浸水高と遡上高を示す数字です。0、5、10、15、20メートルとなります。またこの巨大津波により福島第一原子力発電所では重大事故が起き、放射性物質が放出されてしまいました。巨大津波は大変な威力を持っています。これはその例で、私が2011年5月に仙台平野で撮影した写真です。こちら側が海側です。このように津波で電信柱が倒され、さらにコンクリートが剥がされて中の金属棒がむき出しになっていました。東北地方太平洋沖地震に伴う津波は日本観測史上最大ですが、実は仙台平野の地層から同規模のものが西暦869年にも発生していたことが分かっていました。この写真は2013年に仙台平野で撮影した地層の写真です。これが地層になります。ここは海岸から数キロメートル離れたところで、自然な状態では湿地で泥がたまります。2011年の巨大津波は砂浜や砂丘の砂をここまで運びました。それが一番上の砂の層で、これを津波堆積物と言います。厚さは約30センチメートルです。注目していただきたいのは、地表から80センチメートルの深さにも厚さ約30センチメートルの砂の層があることです。年代測定から砂の層は古文書にある西暦869年の上岸という時代に起きた津波の津波堆積物であったことが裏付けられました。この結果をもとに2001年には地質学者が869年の上岸津波から1100年経過しているので、仙台平野に大津波が襲来する可能性の高いことを指摘しました。しかしこの指摘は防災には生かされませんでした。
静岡市の周辺から宮崎県までの地域の沖合には南海トラフというへこんだ海底地形があります。ここではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み、その際にユーラシアプレートが一緒に引きずり込まれ変形します。この変形がある程度まで達すると変形を一気に解消する破壊が起きます。これが南海トラフで起きる大地震です。私の手で説明しますと、こちら側がフィリピン海プレートだとします。こちら側がユーラシアプレートだとしますと、フィリピン海プレートはこのように沈んでいき、それにつられてユーラシアプレートが引きずり込まれますが、ある程度この変形がたまると一気に解消されます。これが南海トラフで起きる大地震です。古文書記録によると、西暦1361年の大地震の後は90年から147年の間隔で大地震は発生しました。そして最後の大地震から69年経過しているので、今後30年以内に大地震の起こる確率は 60% 程度と見積もられているんです。しかし大地震の起きる場所は毎回同じではありませんし、規模も異なります。私たちの住む静岡市周辺に大きな被害を出した大地震としては、1854年12月23日の朝9時ごろに起きた安政東海地震が最も有名です。この時の津波の高さは古文書から推定されており、下田市では6.8メートルの高さでした。地震の起きた時、下田にはロシアの施設が交渉のため滞在しており、これはその中の一人が書いた津波の状況の絵です。背景の山の形の様子を見てください。こちら側は現在の下田湾と下田市街地ですけれども、山の形が全く同じです。したがってこの津波の様子が正確に書かれているということが考えられます。私たちが下田周辺を調査したところ、この津波で転がった大岩を発見しました。こちらがその大岩です。ここに人が立っています。大きさがどのくらい大きいかがよくわかります。この赤色の枠の部分を拡大したのがこちらの写真です。これは富士坪の化石です。この富士坪の化石の年代を測定した結果、大岩が安政東海地震で転がったこと、そしてその時の津波が32トンの大岩を転がすほどの威力があったことが分かりました。さて、東北地方太平洋沖地震の災害を教訓に、国は南海トラフの地震の想定を見直し、地震の最大規模はマグニチュード 9.1 に上げました。この地震、そして次に紹介する最大規模の津波は1000年に一度、あるいはそれよりももっと発生頻度が低い最大クラスのものです。国は南海トラフにおけるあらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の箱を発表しました。これがその図です。こちらに津波の高さがあります。0、そしてここが25メートルです。ここの場所は南伊豆町下田市にあたります。この周辺では最大25メートルの高さの津波が発生する可能性があるというものです。一方、静岡県や県内の自治体では、先ほど紹介した安政東海地震とそれに伴う津波を参考に大地震の対策を行ってきました。そのため、これまでの想定を回る地域では住民が混乱しています。このような状況を踏まえ、国は想定をより確かなものにするために、できるだけ過去に遡って地震・津波発生等をより正確に調査し、古文書等の資料の分析、
津波堆積物調査など科学的知見に基づく調査を推進するように提言しています。この提言を受け、私たちの研究室では津波堆積物調査の行われていなかった静岡市や下田市などで調査を行っています。これは静岡市の清水平野のボーリングコアの掘削の様子です。この機械で深さ約8メートルまで堆積物を取ります。その堆積物を半分に割って中身を見ることで地層を観察して津波堆積物があるかどうかというのを調べるわけです。これは下田市、こちらですけれども、の海食堂にある隆起海層を調査している様子です。こちら側が海側になります。海食堂は波が削ってできた洞窟で、その壁に見られるここの白い部分は二枚貝や富士壺の化石が張り付いています。高さ3メートルまで化石が見られます。こうした化石は地震による隆起で一斉に死んだもので、その年代を測定することから下田周辺の過去の地震の実態を解明できるのです。現在私は静岡県東部中部で過去数千年間の津波地震の実態を明らかにする研究を共同研究者や学生と行っています。研究成果は私のホームページに掲載します。そのホームページは私の名前、大変珍しい名前なのでこれですぐに検索できます。これがホームページです。最後に学生の皆さんへのメッセージです。日本の防災にとって重大な問題の一つは南海トラフで起こる大地震で、30年以内に起こる確率は 60% 程度と見積もられています。したがって決して人事ではないことを忘れないでください。そして大学で学んだ科学の知識をぜひ社会に貢献してください。以上で終わります。